えー、はい、えー、こんばんは。えー、ミトラッチです。えー、ミトラッチのバスルームの黄昏改め、えー、霊能者の一人言とということで、まあ、こっちの方がタイトルわかりやすいかなと思いました。えー、まあな、何をしているんだっていうか、まあ、あの、ここで一応録画をして、まあ、普通にただ喋るんですけど、今日のトークテーマはね、何しようかなと思ったんですけど、あのー、あれです、あの、人外、人外が前世だったら、 っていう話をちょっと入れようかなというふうに思います。えっと、最近あの、転生したらスライムだった件とかってあるじゃないですか。あの、それで、えー、っと、まあ、スライムとかね、なんか前世でどこ、なんか不遇の環境にいたとか、すっごいあの、タイムラインに漫画が上がってくるんですけど、あれって実際ある、あったあんたみたいな話です。で、あの、呪いの作法っていう人、本を書いた先生だったかな。なんかあの、 霊能者の人によっては人間が、あのー、人間にあ視聴者ががいるちょっと緊張してんな人 <laughs>、えっとえっと、人間が人間以外のものに生まれ変わることはありえないっていう風に言っている先生もいるんですけれども、私過去にね、二人実際見たことがあって、で、一人伝聞で聞きました。えっとね、伝聞の人はね、椅子でしたね。 あの、前世が椅子って言われたっていう人で、まあその人はなんかそれをどうやら鉄板のネタにしているようだみたいな感じで。で、私が見たのはね、えっ、ー、と、まあ本人の名前がバレないように言いますけど、あの、カエルとうさぎでした。でね、どんな感じが見えたかっていうと、あの、その人の,あの前世を見るときって、大体、あ、この人、前世のこの人だなっていう風にね、特定するときに、なんかその、 なんとなく目元だとか雰囲気だったりとか、なんか一致するものがあるんですよ。で、それでストーリーを追っていく中で、あ、きっとこの人はこれに違いないっていうふうに断定するんですけど、そこで出てくるのがいつまでもカエルだったりしてるわけですよ。うん、なんかこう、ちょっ、うん口元の,の平たい感じがすっごいカエルだな、みたいな。でもあの人にすっごい似てっけど、でもこれカエルだな、みたいなことをね、すっごいこう考えるわけです。あの、わかりやすいんでカエルの話で言っちゃいますけど、でもすっごい悩んだんですよね。 だって、あの、はっきり言いますけど、あの、人外の前世を持っているって言われた人には、あの、害はないっすからね。どっちかっていうと、あの、それを経験してしまって、あの、それ見て言う方の私の方がどっちかっていうとね、実害があります。えこれどういうことかっていうと、 あの言われた人はね、ショックかもしれないです。あなたの人生は変えるっすねっていうふうに、こういうふうに言われたら、ショックかもしれないんだけれども、もうそんなして、ショック受けてる期間なんてね、3日もないですよ。多分ね。なんかその予防接種がちょっと副作用がね、あの、なんだろう。今、コロナウイルスの,あのかなり重たいみたいだけど、あの副作用があの軽めのね、予防注射みたいなもんですよ。あの、だって、 もうそこのショックを抜けたらもうそれからこの人は何か困った時の鉄板のネタを永遠に得えるわけです。 だから、コンパで前世で何言われたみたいな、そう、私カエルだったみたいなことを言ったらね。あの、他の人もいろいろその霊能者の占い行ってきました。でね、なんか前世お姫様だったんだってよとか、なんか町人だったんだってとか言われて、その時は盛り上がるし、へえーって言われて終わるんですけど、カエルの人は一生覚えてもらえるんですよ。そういえば何々ちゃんってカエルだったよねとか言って言われて、そうそうそうみたいな感じで盛り上がりますし、なんかこう気まずい相手がいて、ある程度スピリチュアルな話できるかなみたいになった時も、 あの俺前世実はカエルだったことがあるみたいでというふうにねなんかそんなような話が触れるわけですよ。でもしかしたら年を取って結婚してそれであのおじいちゃんとかねおばあちゃんとかになった時もね「おばあちゃんは昔前世がカエルでね」みたいな感じでねあの孫とのトークまで引っ張れる可能性があるわけですよそ,れその経験でねあの。こんな鉄板ネタを いくつモテるかってね、もうお笑い芸人でもないのに、ネタがモテるなんて本当に素晴らしいという話であって、じゃ逆にそれを伝えたこっちはどうなのかっていうと若干パチモン扱いです。 えー、その先生大丈夫なのっていう風にね、その人が帰るって一通り受けた後で、えー、その人大丈夫なみたいな感じで言われて、で、ちょっと落とされて終わるんです。だから、変なものを見ちゃう霊能者みたいな感じで、あの、ずっと語り継がれてしまうという多大なリスクを負うんですけれども、でもまあ、あの、正直に見えたものを伝えないと、あの、大体話が進まないと相場が決まっているので、だからまあ、ね、悩んだ末にね、はぁ、あ、 ため息ついた後ですいません。あの、ちょっと複雑な気持ちになるかもしれないですけど、前世は変えるですね。とかってね、言うことになります。というわけで、まあ、今日は、あの、どういう話がしたかったかっていうと、あの、人外がね、前世だった時はね、まあ、そんなに落ち込むなよと。落ち込むのはむしろ告げた霊能者の方だぞ。ということで、あの、見える側からのお話をしてみました。 えっ、ー、と、この動画は、えー、一応、インスタグラムの方に、えー、残すのと、あとは、YouTube に配信の方で、あの、上げるつもりです。で、私とその生のトークがしたい方は、えー、鑑定でね、がっつり、あの、私の鑑定を受けていただくか、もしくは、えー、不定期で開催される、えー、どとなんだっけ、クラブハウスの、あの、体育館裏の泉へ、ど,よどうぞ、おこしやす。 はい。というわけで、えー、今日の2回目のトークでした、えー。もしも前世が人外だったらということで、また、よかったら聞いてください。バイバイ。